今回はね、これだけこう希少なものなんですが、ちょっと値段がもう見えてしまったかもしれませんが、これ、なんだと思いますかね。で、これはあのディズニーの101匹ワンちゃん。まあ、さすがに101匹が入ってるわけじゃないんですが、ね、こんあの、ダルメシアンの、フィギュアなんですね。で、これさ、奥さんさ、これ、いくらだと思うこれね。うん、見た目箱がちょっとボロいですからね。ちょっとこういうところとかが、ほら、もう、ボロボロになってるから、なんですよ。ただ、ここから見てもこれかなり貴重症だなというものがわかると思うんですね。で、そうすると奥さんね、これね、あれだと思うでしょう。5000円ぐらいかしらと思うでしょう。1万円ぐらいかしらね、と思うでしょう。1万円なんてまだ安いもんでしょ、これね。1万円なんじゃ買えませんよ、下手したら。1万円、下手したらというか1万円では買えないと思います。というのは、こういったものってべったり出てくるもんじゃないので。で、ここに、ね、マックのメーカーが、珍しく飲食の会社がこう協力してるんですね、ディズニーと。で、実現したんだけど、なんとこれ2990円もするんですね。安いでしょ、これね。3000円ですよ。ね、3000円でお釣りが来ますみたいな感じですよ。そんなバカなと思うでしょ。ところがこんな安く書いてある。で、それでね、奥さんね、こうやって見ますけど、こうやって何が入ってるかって言うと、こうやってパーンと開けるとですね、ほら。ね、箱はちょっとボロいですが、ほら、こんなほぼ新品ですよ、これ。で、こういう風にほら、全然中古とは思えないね。ほぼ新品、ほぼ使ってないでしょうね、これね。ものがこう、ありまして、こうやってね、101匹がこう、バーってね、こうやってあるんですよ。ね。こんなにあんた揃ってて、これで3000円、すごいですよ、これ。これなかなかこんな値段じゃね、手に入りません、これね。もっと1万円出しても全然買えないぐらいですからね。もったいないですから、1万円じゃ、これはね。なので、こういったものって、まあ子供にね、遊んでしまうとね、だいたい子供ってちょっといたずらしてしまったりするので、だいたい絵の具で描いちゃったりとか、クレヨン描いちゃったりとか、ね、だいたい手足がなくなっちゃったりとか、そういったことがあったりするんですが、これはきちんと、もう手も足も尻尾もちゃんとついてるし、何か絵の具でこう塗っちゃったとか、クレヨンで塗りつぶしちゃったとか、そんなこともないわけですよ。で、きちんとこう、状態が揃っている。で、しかも、検品というか、一つもその欠けてるところがない。ただ唯一こう箱がボロボロだったんで、まあこの値段ですということは、まあ言って100円ぐらいかなと思うんですよ、リサイクルショップでね。でもそれはもったいないやり方ですよ。まあ私みたいな買う側にとってみればお得ですが、売ってる側はなんてもったいないことするんだと思いますね。多分これをものをこういう状態で手に入れてるってことは、やっぱりそれは前のオーナーもやっぱりこれがディズニーの作品が好きで、やっぱこういうの買ってたんでしょうね。おそらく新品でいくらぐらいだったか知らないですけど、買ったのも。でも新品の時よりも今の値段ももっと跳ね上がってると思うから、これなかなか出てこないんですよ、これ。で、それをリサイクルショップで、オートでリサイクルショップで売っちゃいけません、これね。そういうところで売ってしまうともったいないですからね。こういったものは、そういうリサイクルショップで売ってはいけないんですよ。リサイクルショップに持ってって言っていいようなものっていうのは、大体ありふれたものですよ。ありふれたもので、どこにでもあるよ。それこそもう100円ショップに売ってるよみたいな、そんなありふれたものだったらいいかもしれないんですが、今作ってるやつですよ。ところがもうすでにもう作ってないやつ、ないやつだとか、もうかなり希少品なやつをリサイクルショップに持ってって売ってはいけません。ね。いや、そういうことをする人いるんですよ、残念ながら。なんでかって言うと、やっぱりその前の持ち主が、例えばなんかに、病気かなんかで、例えば亡くなってしまったとか、不治に病かなんかで亡くなっちゃったとかですね。あるいは、そのなんか出向したりするとか、なんて時に、まあ手放してしまったとか、ことでしょうね。で、そうすると、まあ、そのコレクションしてる人から、ちょっと別の人に頼まれて、で、売ってきたんでしょうね。じゃないと、例えばこれを新品で買ったような人が誰だかもしれませんけど、それを買った人が、あんな大手のリサイクルショップ行って100円ですなんて言われたら、絶対売らないと思うんですよ。どんなことがあったって売らないと思うんですね。うん。それは自分が死ぬまでもうずっと手元に持っておくと思うんですよ。で、そういったものが売られてるってのはやっぱり何らかの需要があったんでしょうね。だから、そういったものをリサイクルショップに持ってって売ってはいけないんですね。
売る方は大損してます。でも買う方は大得、得意ですよね。だからリサイクルショップもある意味買い取ったわけですから、まあリサイクルショップで買ったとしてもすごい得だったと思います。で、これだけのものがついてて3000円ですから、なかなかこれないです。だから、おそらくハッピーセット、マクドナルドはハッピーセットだから、ハッピーセットとして、あったものがあったんですよね。で、それで多分おそらく期間限定として、まあこれだけでマックのものを買うと、ハッピーセットがついてくるっていう風なやり方で、何名様に当たりますとかね。うん、そういう風なやり方をしたんじゃないかな、こんな箱がついてるの。だってハッピーショップでこういうマックのやつでこんなたくさんついてて、こんだけでっかい箱なんて見たことないですから、だいたい1個ぐらいしかないですよ。で、マックのやつだと、だいたいああいうのって1個ぐらいだと結構安かったりするんですよ。まあ1000円ぐらいからもっと安いで100円とか300円とかそのぐらいしちゃうんですよね、中古になると。でもこれはちゃんとこのでかい箱もあるし、これを開けるとちゃんとこうやって箱はボロボロでもこうやってちゃんと中身、これ新品ですよ、こうやってちゃんと揃ってるんですから、これが、このお宝がですよ。3000円ってのはね、申し訳ないぐらいですよ、これ。ただね、あのね、まあ、こういうリサイクルショップって残念なの、こういうのをね、こういうとこパキラーンって貼り付けちゃうの。貼り付けちゃうとね、あの、シールって、その、一旦ポワンって貼り付けちゃうとね、こうやって、剥がれにくくなっちゃうんですよね。取れにくくなってしまうのよ。まあ、そこがちょっとこう残念だなっていうのがあるんですが、まあそれでももう箱は箱ですからね。当時もの箱は箱なんでもう高いですよ、これ。もうおそらくは1万円持って行ってももう買えないでしょうな、こういうのはね。もう多分こういったものってもう二度と出てこないでしょう。出てくる確率は1000分の1と言っても100分の1や1000分の1と言ってもいいでしょうね。出てくる確率非常に少ないと思います。で、こういったものってやっぱり年月が経てば経つ頃、ますますこうね、同じ、これ新品で売られてた時、新品だった時の状態からどんどん数が少なくなっているわけだから、そこから年月がね、1年、10年、20年、100年、200年なんて経ってくると、どん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 急速的になくなっていくから、それだけやっぱり珍しい存在になってくるんで、逆の見方からすると。だからこういったものってめったにないでしょうね。うん。だからこういったものってのももう、今じゃ手に入りにくいでしょう。おそらくこれは、20年か30年、20何年ぐらい前かな。だから101匹ワンチェンがね、まあ今映画化とかされてますけども、ディズニーに最初アニメとしてやってたんですよ。だからそれが出てきたのが大体今から20年ちょいぐらい、まあ20年ちょっと前か、以上前かな、にあったと思ったんで。だからその映画の時に公開を記念して、おそらくマクドナルドを協力して、こういった素晴らしい作品というのが出てきたんでしょうね。だから逆に言えばそれだけ当時はお金をかけられてた、うん、すごい豪勢なことができたんですよね。ただその代わり限定何名様という、そういったものがついていたんじゃないかなと思います。だからこれはなかなかもう手に入らないです、こういったもの。うん、101匹ワンちゃんのね、これは今なかなかもう本当に手に入れようと思ってもなかなか手に入らない、ある意味一つのお宝なので、こういうね、心が困ってるね、お宝ってのはいいもんですよね。こういうふうに誰かから誰かにこう受け継がれてって、その人がいかに大事にしていたんだということがまあわかりますね。だから多少ほらちょっとここにこうなんか絵の具で描いたような跡があって、これは多分ちっちゃい子供がちょっといただかなんかしたのかもしれません。で、ここにちょっと汚れとかがあるんで、なんか紅茶だとかコーヒーとかなんかちょっとこうさっとこぼしたのかもしれませんけども、でもまあそれでもこう取っといてるっていうのはすごいですね。普通はね、まあ親御さんだとね、あ、こんなの邪魔だからって言ってパーイって捨てちゃうんだけど、捨てないでこう取っといてるからね、箱ごと。で、こうやってちゃんとに揃ってる。だから多分子供にちゃんとこれ教育してきたでしょうね。ちゃんとこういうものは遊んでもいいけど大事に遊べと。で、大事に遊んだらこういうふうにマンションみたいにこういうふうに住んでるんだから、こういうふうに元に戻すんだと。それをもう途中でほったらかしたりすればむちゃくちゃ怒られると。で、めちゃくちゃ怒られて、で、ちゃんときちんとしまいなさいと。まあ、そのぐらいにある意味教育した方がいいんですよ、子供にはね。だから、そうじゃないとこういうものの大切さってわかんないから。うん、だからこういうふうになるものはこういうふうにきちんとやってきて、だからこれだけきちんと揃ってるということですよ。これはね、もう年月がますます
上がれば上がるほど、立てば立つほど、どん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 こういったものって、まあ、それなりにやっぱり値段に高騰化しちゃう可能性も高いですね。ですから、まあ、これはね、ちょっと持っておこうかなと思います。うん。まあ、こういったものは今の時代じゃもう手に入んないでしょうね。次に手に入れると思ったらもう二度と手に入んないよっていう代物だと思うんで、こういったのはなかなかないです。うん。今でもやっぱり101匹ワンちゃん人気だし、例えばあのミニカーでもオフトビリーと協力でね、あのクレアおばさんが乗ってるやつね、敵の方ですけどね、あの人が乗ってるクラシックカーとか、あるいはディズニーの公認のね、もちろんどっちも公認なんだけど、オフトビリーも、キャラクターとかもありますからね。だから同時にこれはね、マック限定で売られてたっていうのもあるかもしれないし、同時にディズニーの方でもこれをちょっと限定新品として売ってたのかもしれませんね。だから新品でいくらぐらいかはちょっとわからないけど、新品でもやっぱり結構高かったと思う、当時で言ったら。うん。それがね、通行から人から人の手に渡ってって、こんなに3000円というこんな安い値段ってのはありえないですよ。でもこういうふうに結構、箱はちょっとボロボロではあるけど、まだ箱は箱なんで、こんだけ希少品が揃ったっていうのはなかなかいいことだなと思いますね。どうもありがとうございました。